はい、どうもメイチャンネルです。本日私はですね、秋田空港からですね、中部国際空港セントラルの方にですね、到着いたしました。今日はですね、フォーポイントバイシラトン、中部国際空港の方でね、一泊させていただいて、明日ですね、開業のね、ホテルインディゴ稲山さんの方にね、向かっていこうかなというふうに思います。まあね、今もう19時回ってますんで、これからね、チェックイン手続きに向かっていきたいと思います。行ってまいります。チェックインが終わりまして、本日はね9階の925というお部屋になります。こちらがねエレベーターホール、なんかねめちゃめちゃおしゃれですね。はい、1階のお部屋の方に入りましたけれども、これからねちょっとご紹介していきたいなと思います。はい、廊下ねこんな感じです。はい、で925はねこちらのお部屋でございます。じゃあね、入っていきましょう。カードもおしゃれですね。はい、まあ、入っていただくと通常はですねお部屋ね真っ暗なんですけれども、こちらの方にねカードを差し込んでいただいて、まあ、電気がねつくタイプという感じになります。で、はい、本日ねエレベーターホールがこちらにありまして、ここですね、まあ、ちょっと L 字みたいな感じになってるんですね。はい、いや結構ね個人的には好きな感じですね。はい、まずね入っていただいて右手ですね、収納部分がございまして、クローゼットね、まあ特段扉はありませんけども、アイロンだったりアイロン台があったりとかで、まあちょっとねスーツケース置かせていただいてます。でスリッパだったりとか消臭剤とかですね。はい、靴べらとかでパジャマがね、これはワンピースタイプっぽいですね。ワンピースタイプのパジャマがねございます。下は特段ないですかね。はい、まあ、奥ね、まあ、バーッと入っていただくとこんな感じの、まあ、お部屋なんですけど、結構どうですか、個人的には意外とね好きです。はい、なんかアクセントがねいろいろ散りばめられててですね、いい感じですね。で夜景ねちょっと見づらいかもしれないんですが、まあ、港側のね、ビューとなってまして、飛行機もね、着陸する瞬間とかね、飛んでくる感じは、一応ね、見れるという感じですね。はい。まあ、こんな感じのね、お部屋なんですけど、はい。じゃあ、引き続きね、詳細見ていきましょうかね。まあ、玄関こんな感じで、そしてね、入っていただいて、左手の方にこういった姿見の鏡があるという感じです。で、ここのね、扉、全部はね、こう、開くわけじゃないんですけど、ここぐらいまでね、行く感じで、はい、そうです。この奥がね、洗面台となってます。こんな感じですね。で、入っていただいて、まあ、トイレがあって、このようにね、洗面台があるという感じでございます。はい。で、グラス類があって、このアクティブボディケアのローションがね、あったりしますね。で、あとはね、バスソルトもあって、意外とね、私、お風呂ないのかなと思ってたんですけど、あったと。よく調べとけよって感じですね。で、ティッシュがあって、こんな感じのね、蛇口ですね。かわいい。そして、石鹸です。で、その他、アメニティ類ですね。歯ブラシだったりとか、こういったボディタオルとかね、ヒゲ剃りとか、タオルがございます。で、足元の方にはドライヤーがありまして、シルキーラブですね。まあ、ちょっと弱い感じかもしれない。コンパクトな感じですね。はい。まあ、でもね、十分じゃないかなと思います。で、こんな感じのね、ウォシュレットとなってまして、まあ、ボタンでね、開けていただく形になっております。はい。で、上にね、バスタオルがあって、バスタオルかけるね、こういったものがあったりします。で、こちらがね、浴室。なんかね、意外と広くていい感じですね。シースルー。はい。こんな感じの、バスタブとなっておりまして、非常にね、おしゃれですね。椅子なんかもあってね。で、アメニティがね、このアクティブのボディウォッシュ、シャンプー、コンディショナーがあるという感じでございます。はい。じゃあね、ちょっと水圧出しましょうかね。うん、十分ですね。はい。こんな感じで、結構パワフルな感じでございます。はい。いいですね。なんかゆっくりくつろぐこともできそうですね。バスソルトもありますしね。はい。
こんな感じのね、洗面台という感じです。ではね、奥進んでいきましょう。はい。で、こちらにですね、まあ、スーツケースね、乗っける台がね、こうやって広げられる。まあ、下ろしてね、広げられるような感じになってます。で、さらにこれ下ろしていただくとテーブルにもね、なるみたいですね。はい。で、空気清浄機があると。はい。で、こちらの方にはですね、電気ケトルありまして、お水ですね。で、アルコールの除菌シートと、を、一応ね、ギリギリ、今日ね、2月28日ですけど、ギリギリね、誕生月ということで、ハッピーバースデーのね、レターをいただいてます。エリートメンバーのっていうことで、一応ね、こういったレターがね、置いてあって、なんだろう、ここになんかあるのかな。ちょっと見てみましょうかね。で、この中、あ、マグカップとかもなんか非常におしゃれですね。ね、非常にいい感じです。コップとか。で、アイスペールがあって、ちょっと贅沢なスペシャルブレンドのコーヒー。はい。そして、紅茶ですね。ダージリン。はい。で、ほうじ茶と伊藤園の緑茶があるという感じです。じゃ、この下が冷蔵庫ですかね。はい。開けます。お、なんだこれ。普段は何か入ってないんでしょうかね。何でしょう、これ。あ、これがあれかな？それが先ほどのフォークに関係するものなんでしょうかね。ね、そんな感じじゃないですか。じゃーん、ほら。ありがとうございます。めちゃめちゃいい感じじゃないですか。おしゃれ。ありがとうございます。いや、嬉しいです。後でね、いただきたいと思います。とりあえず冷蔵庫にね、戻しておきましょう。このなんか、箱。宝箱みたいな感じ、めっちゃおしゃれじゃないですか。ありがとうございます。はい。そしてね、ベッドです。まあ大きいですね。今回ね、アップグレードいただきまして、大きめのね、キングサイズのベッド、オーシャンビューの、お部屋にしていただいております。はい。で、エアコンのね、スイッチがあったりとか、ベッドのサイドパネル、時計とこういった読書灯があったりとか、あと起こさないでくださいっていうね、ボタンがあったり、USB-A がね、1箇所とコンセント1箇所。あと、ルームライトとフットライトのね、スイッチがあるという感じですね。で、ここら辺のね、ベッドパネル、ウッドでね、いい感じですね。なんか、西洋な感じですかね。入り口にもね、飛行機、ライト兄弟の飛行機のね、エンジンが置かれてたような感じなんで、そんな感じなんでしょうかね。そんな感じってどんな感じって感じですけど、はい。まあ、非常にね、しっかりとしたベッドじゃないかなというふうに思います。いかがでしょうか。で、反対サイドのベッドパネルに関しましても、まあ、ライトがあって、ルームライトとフットライトのスイッチと、USB-A1 箇所、コンセント1箇所あるという感じですね。で、ここら辺の間接照明のスイッチなんかもね、足元にございます。これなんか一瞬浮いてるのかと思ったけど、ちゃんと隠れてるんですね、カーテンにね。はい。いい感じでうまく隠れてます。そしてね、ちょっとしたこういったソファーがあって、なんかね、コーヒー飲んだり、いい感じじゃないですか。ここちょっとね、開けておけば。ここのね、窓に関しましては、まあ基本的にはね、開けられなくて、ちょっと、空気の入れ替えができる程度、という感じになってますね。はい。まあ、バルコニーがないんでね、そのまま開いちゃうとね、危ないということですね。はい。で、先ほど申し上げた通り、カーテン類もね、非常におしゃれですね。はい。そしてね、ここに、鏡がありまして、ここなんかもね、非常にベルトでおしゃれな感じですね。はい。で、不思議、ここにね、拡大鏡があるんです。はい。いいですね。で、ゴミ箱が足元にあって、まあ、こういったね、デスクに関しても非常に落ち着いたおしゃれな感じですね。で、この多分ね、パイプスペースなんかも、もうあえてね、こういう感じにしちゃって、非常におしゃれですね。配管風。いい。個人的にはめっちゃ好きです。そしてここのライトもね、こういったトグルスイッチで男心をくすぐる感じですね。で、電話機があって、こういったティッシュだったりとかね、メモがあったりしますと。で、テレビと、ここら辺は、あ、聖書ですね。聖書が入っております。あ、で、ここにセキュリティボックスがあるんですね。面白い。はい。いい感じですね。で、このアクオスのテレビなんですけど、結構ね、大きいんですよね。何インチだろう。これでね、50インチあって、ちゃんとね、ここに、はい、HDMI ね、させるようになってるという感じですね。これも、角度は変えられなそうですね。はい。
こんな感じのお部屋でございます。いかがでしょうか。まあ十分ね、広いですし、非常に個人的には使い勝手良さそうな広さのねお部屋じゃないかなというふうに感じております。いかがでしょうか。はい、それではね、 Wi-Fi 接続しましたので速度測っていきたいと思います。行ってみましょう。はい、速度出ました。まあまあ早いですね。ダウンロード下りがね 51.12Mbps、 アップロード上りが 48.23Mbps となってまして、まあ十分ねこれだったらライブも安定するんじゃないかなというふうに思います。一安心です。はい、ということでね、本日はですね、安比高原の方から犬山に向かうためにですね、こちらのね中部国際空港に一番近いですねマリオットのホテルということでですね、フォーポイントバイシェラトン中部国際空港さんの方にお邪魔させていただいております。まあ初めてね来ましたけれども、エントランス入ってからもうめちゃめちゃおしゃれですし、お部屋もねもう非常に大満足、おしゃれです。はい、で今回はですね、まあ一番ね安い一般的なキングルームのお部屋を取らせていただきまして、まあ平日限定のですねプランということで、税差込みですね9922円ということになっておりますが、アップグレードいただいてですね、まあ大きめの客室ワンキングオーシャンビューというお部屋にアップグレードいただいております。なのでね、十分ゆったりしたお部屋となっておりますし、まあ、こんなねバースデーのねメッセージカードいただいたりとか、これなんかめちゃめちゃおしゃれじゃないですか。こんな感じのねパカーンって宝箱、これ嬉しいですね。はい、サムネにできそうな感じです。はい、ということでね、まあここでちょっとゆっくり過ごさせていただいて、まあ明日はですね早いんですよ、もう10時ぐらいにはここチェックアウトしてですね、犬山の方にね向かっていこうかなというふうに思っておりますんで、今日はねゆっくり、この後ライブもありますけれども、ゆっくりさせていただいて、明日ね朝食いただいてチェックアウトしていこうかなというふうに思います。なのでまあちょっとね他館内散策でですね、まあちょっとジム見たりとかしてしようかなとは思っておりますけれども、明日の朝食お届けしてね、まあこちらのホテルの総括をしていこうかなというふうに思います。ということでね、ライブはこちらにリンク貼っておきますんでね、今日はちょっとね後ほどフィットネスとか散策しに行こうかなというふうに思います。行ってまいります。はい、おはようございます。いや昨日はねちょっと横になったつもりがもうね寝てしまいましたね。なので館内散策も全然できませんでした。編集もできませんでした。すいません。もうね今7時なので、これからね今シャワー浴びてきましたんで朝食ね食べに行こうかなというふうに思います。行ってまいります。今日もめちゃめちゃいい天気。さあじゃあね朝食の方に向かっていきたいと思います。朝食は2階のレストランですね。いい感じですね。こちらがねレストランなんですけど、ジムがねこっちにありますんで、先にねこっちを見に行きたいなと思います。今ね運動してる方いますね。ちょっと今撮影は控えていきましょう。いや綺麗ですね。はい、こちらね洋食のセットがね来ましたので、いただいていきたいと思います。こちらね、うなぎのオムレツにしていただきました。エリートパインでも無料ということですね。で、パンとご飯選べまして、ご飯をチョイスさせていただきました。ドレッシングもね、サウザンドレッシング、ごまドレッシング、ノンオイルチソドレッシングみたいなのね、選べましたね。はい。じゃあ、ね、いただいていきます。はい、こちら、うなぎオムレツ。味付いてるんで、そのままね、食べてくださいってことでした。ジムの方ですね、行ってみたいと思います。これ24時間ね空いております。はい、まあ、こんな感じのねスペースになってまして、まあ、十分なね広さあるんじゃないかなと思いますね。はい、お水もあってですね。はい、こちらがフィットネスです。
はい、ごちそうさまでした。めちゃめちゃね、ご飯美味しかったです。意外とね、あの量でも適量というか、意外とお腹いっぱいになりましたね。はい、でこちらのね、4ポイントバイシェラトン中部国際空港さんね、初めて来ましたけど、めちゃめちゃね落ち着きますし、結構好きですね。今度はねゆっくり行きたいなというふうに思いました。で今日ね、あのこれから犬山の方にね移動していくわけなんですけども、もう今8時半回りまして、8時55分のね、バスでセントレアの方に向かって、特急に乗ってね、電車で移動していこうかなというふうに思いました。はい、またねこちらはまあ多分ねセントレア使う機会があれば絶対ね、利用するホテルかなというふうに思いましたんでね、また来たいなと思いますし、下のね、ビリヤード台でもねちょっと試してみたいなというふうに思いました。はい、ということでね、今回の動画に関しましてはこちらで以上とさせていただきます。この動画がためになった、参考になった、面白かったという方はぜひね高評価ボタンとコメント気軽に残しておいていただければ幸いです。あと概要欄下の方に私 Twitter、LINE、Instagram やってまして URL 貼ってありますんで、ぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。私の動画の方ではですね、こういったホテル宿泊レビュー、航空機搭乗レビュー、旅に関するお得情報など発信させていただいておりますんで、ぜひね情報の取り逃し、お見逃しないようにチャンネル登録とベルマークの通知ボタンを押していただいて、次回の動画をお待ちいただければ幸いです。ということでね、また次回次の動画でお会いしましょう。